あの自治体議員選挙で駒ヶ谷の市議会議員選挙に初当選をみんなのおかげで、することができました。おめでとう、ありがとうございます。今日私は黒ポデというか司会で、今日の本題は私の友人である大椿裕子さんが社民党の全国比例区から立候補するということで、もうじき7月4日をスタートとする参議院に立候補を予定している椿が今日は来てくれました。若干の私の方からも駒ヶ根のその市議会どんなことやったのかっていうことを触りだけお話をしまして、そして椿にお話を聞いていきたいと思います。まず大椿裕子さんのご紹介から、今ご本人からもあると思いますけれども、大椿裕子さんは雇い止めにあった当事者ということで、今ロストジェネレーション、私たちの世代、私が今47なんですけれども、ちょっと下の世代の人たちがロスジェネと言われている世代です。であの時はもう本当に仕事がなくて、でほぼほぼ正社員の仕事がないみたいな感じで、みんなこう非正規で働くということがすごく一般化してました。で今国は非正規って言葉を使うなとか言っちゃってますけれども、それは言葉を使わなければいい済むということでは全くなくて、非正規労働という不安定な雇用をなくしていく、あるいは正社員にきちんと登用していく、そしてさあとで大椿さんがお話しくださると思いますけれども、内部留保を溜め込んでいる大企業からきちんと吐き出させて、そしてまた税とか社会保障、そういった所得保障、再分配をしていくってこと、そういうことも大事だっていうことが問われる大きな参議院選挙です。でその前に私たちのこの統一地方自治体選がありまして、私は地元の長野に戻ってきました。で今回市議として今4月の2日ぐらいからですから、大体今2ヶ月ぐらい活動しています。で今回の一般質問では私は、4つ取り上げました。一つは、展示サークルの方々が困っていた、展示プリンターがぶっ壊れちゃった、そのことについて展示プリンターをきちんと駒ヶ根市で買ってほしいということを一つ質問しました。それからもう一つは、自衛隊に今、全国の、各自治体が18歳になった人たちの名簿を提供しています。でこの名簿が何に使われるのかっていうのは、自衛隊の勧誘リクルートに使うわけですけれども、今回実はこの自衛隊のリクルートの状況を見ていてすごく気になったことがありました。でそれは以前は、もっともっといろんな項目を実は自衛隊が入手してたんですけれども、今回は名前、生年月日、住所、そして、男女の別っていうことだけの、4項目を今自衛隊は各自治体から入手してるんですけれども、これについて当事者である18歳の市民の人たちの、皆さんのその、賛同というか、きちんとその人たちがいいよって言って提出されてるわけではありません。あくまで国が、自衛隊が、防衛省が自治体に名簿ちょうだいって言ったら自治体が出すというような感じで、結局何が問題かっていうと、その国の言いなりに自治体がなっているということが問題です。でも本当は私たちは目指している社会というのは、地方主権とか、あるいは地方の自治体がきちんと自分たちの地域に暮らす人たちのことを自治体が守っていく、その人たちの権利を保障していくということがすごく大事なことであって、でこれについては実はまた引き続き一般質問でも取り上げていこうと思っています。でもう一つは、私は今この駒ヶ根市はメガソーラーの問題が、大きくなっています。でこのプロセスの中で、自治体があまり関与していないということで、地域の人たちだけにこの太陽光発電の、設置許可とか、あるいは設置許可とか、送電線ですね、こういう送電、地下に埋設をするそういう送電網をの許可を地域の方たちだけに賛否を任せっきりだったんですけれども、実はこれもきちんと自治体が関与していくべきだというふうに考えています。でもう一つは、この駒ヶ根市がこれから多文化共生、多世代と多文化の共生のまちづくりをしていこうということなんで、それについてぜひSNS など
こういう今もいろんな、Facebook とか、あるいは今日も私はペリスコープとか、それから YouTube とか、みんな、いろんな動画撮ってるんですけれども、こういうことをもっともっと自治体でも双方向のやり取りを SNS 上でできるような、そんな仕組みをしていくべきだっていうことを一般質問しました。で、あとは今もう毎日毎日地域でいろんな方たちにお会いをして、それでその皆さんが何を困ってるかということに対して一つ一つ当たっていこうということで開拓をしているところです。それで私は、今日はもう私の話は前振りで、何しろ、7月4日スタート、そして7月21日が、投票日の参議院選挙がいよいよこれからスタートをいたします。で、今回の選挙、本当に皆さん今きっと怒ってらっしゃる方全国においでだと思うんです。で、その怒りっていうのはすごく大事で、怒りというのは真っ当な政治を求めるパワーだと思っているので、ぜひとも皆さん大いに怒っていただいて、そしてこれから、ご紹介をする大津